今回はこちらの声優ニュースを解説していきます。どうぞ。3月9日第18回声優アワード受賞式が開催されました。発表された順にそれぞれご紹介していきます。新人声優賞、選考対象期間中に活躍された新人の声優、推しの子ルビー役生駒ゆりえさん、デッドマウントデスプレイ篠山ポルカ役榊原裕貴さん、チェンソーマンデンジ役戸谷菊之助さん、映画スズメの戸締まり岩戸スズメ役原菜乃華さん、僕の心のヤバいやつ山田杏奈役陽宮ひなさん、以上5名。歌唱賞、声優自らの名前もしくは演じている役名で歌唱を発表している声優、ボッチザロックより結束バンド後藤ひとり役青山芳乃さん、伊地知虹花役鈴代さゆみさん、山田涼役水野作さん、北育代役長谷川郁美さん、以上4名。シナジー賞、作品として声優の魅力を最大限発揮した作品ザ・ファースト・スラムダンク、代表して宮城亮太役中村修吾さんが登壇。ゲーム賞、大賞期間中に発表されたゲームで活躍した声優、ファイナルファンタジー16より主人公クライブ・ロズフィールドを演じた内田裕也さん。キッズ・ファミリー賞、子供たちの視点で選ばれた声優、アニメーション映画ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーより出演キャスト一同、富山敬、高橋和恵賞、作品の出演を含め各方面で活躍した声優、ワンピース波役岡村明美さん、悠々白書浦道雄介役佐々木希さん、以上2名。功労賞、外国映画を含め長年にわたり多くのジャンルに貢献した声優、ドラゴンボールシリーズピッコロ役古川敏夫さん、赤毛のアン、アン・シャーリー役山田栄子さん、以上2名。特別功労賞、本年度ご逝去された声優、奈良岡智子さん、串田康道さん、田辺博明さん、池田一心さん、入江淳さん、もがき周平さん、中陽介さん、一条みゆきさん、北浜春子さん、松井紀夫さん、鈴木瑞穂さん、以上11名。インフルエンサー賞、大賞期間中各 SNS で最も印象に残った声優、上坂すみれさん。外国映画ドラマ賞、大賞期間中に発表された外画吹き替え海外ドラマ作品の中で活躍した声優、映画バービー主人公バービーの吹き替えを担当された高畑充希さん、映画インディ・ジョーンズと運命のダイヤルインディアナ・ジョーンズの吹き替えを担当された村井邦夫さん、以上2名。助演声優賞、選考対象期間中に発表された作品の中で助演として活躍された声優、機動戦士ガンダム彗星の魔女グエル・ジェターク役浅上洋平さん、推しの子黒川茜役岩見真中さん、機動戦士ガンダム彗星の魔女プロスペラ役野戸真美子さん、以上3名。 MVS 最も活躍した声優、呪術廻戦五条悟役中村雄一さん。主演声優賞、選考対象期間中に発表された作品の中で主演として活躍された声優、機動戦士ガンダム彗星の魔女スレッタ・マーキュリー役一ノ瀬かなさん、ブルーロック潔世一役浦和樹さん、以上2名。はい、ということで以上が第18回声優アワード受賞者になります。皆さん一人一人素晴らしいスピーチをされていましたが、個人的に印象的だったのが感極まり涙ぐんでスピーチをされていた陽宮ひなさん、岩見真中さん、浦和樹さんです。特に浦和樹さんの世界一の声優になりますと宣言された時はブルーロックの潔世一に重なって見え、本気で頑張れって応援したくなりました。これからご紹介するニュースはぜひ想像力マックスでお聞きください。久野美咲さんと上坂すみれさん、お二人プライベートでもかなり仲良しみたいですが、先日こんなことがあったそうです。一組のワイヤレスイヤホンを片耳ずつつけ二人で音楽を聴いていました。するとうとうとしだす上坂さん、そして久野さんの肩に寄りかかってきたそうです。あ、かわいいと思って久野さん自分の膝をポンポン叩き、いいよと膝枕を提案してあげます。すると上坂さん何のためらいもなく久野さんの肩から膝に向かって崩れ落ちていったとか。こうして久野さんの膝の上で眠る上坂さん、なんとも微笑ましい。まあ、もしこれに BGM をつけるとしたらね、スーパーマリオ64でパックンフラワーが眠ってる時にかかっていたあの BGM が最適でしょう。何それって人は YouTube でパックンフラワーの子守歌と検索してみてください。
久野さん、膝掛けを上坂さんにかけてあげて、さらになでなでしてあげたそうです。上坂さんも普段から多忙で疲れが溜まっているでしょうから、こういう時間も大切でしょう。どうですか、皆さんも良き妄想ができましたか？先日、さくらあやねさんが仕事で北海道に行った時に起こったアクシデントが面白すぎなのでご紹介します。北海道までは飛行機で行くので久々ということもあり、ドゥンドゥン気分で空港に入ったさくらさん、マネージャーと合流する数分前にあることに気がつきます。ん？空港？飛行機？やべえ、パスポート忘れたとパニックになったそうです。この瞬間、さくらさんの頭がフル回転。家に帰っても飛行機の時間が間に合わないってことは、先行ってもらって後から合流するか。いや、そもそもパスポート必要ならば前日までにパスポート忘れないでくださいねって連絡してくれないマネージャーも悪いかもなどと、思考が責任転嫁までたどり着いたところで、マネージャーがやってきます。パスポート忘れましたと伝えると、マネージャーがキョトンとして、さくら何言ってんのと言ってきます。さくらさん、だからパスポートなくてと再度伝えるも、何言ってんのとやっぱり噛み合わない。そうしてさくらさんは学んだらしい。北海道へはパスポートが必要ないことに。まあ日本国内なんでね。するとマネージャーから、さくら、飛行機久々ならもしかしてあれのことも知らない？今飛行機って靴脱いで上がらないといけないんだよと教わったそうです。さくらさん、え、脱ぎにくい靴で来ちゃったとしょんぼりしたそうですが、その数秒後に、嘘だよーんと言われたらしい。そのマネージャーさん、やるじゃない。2024年4月から放送開始のアニメ、レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ。主人公フリオを演じるのは日野聡さん。ゼロの使い魔、平賀斎斗、オーバーロード、アインズウルゴーン、鬼滅の刃、煉獄杏寿郎などを演じる声優さんです。そしてヒロインのフェンリースを演じるのは釘宮理恵さん。ゼロの使い魔、ドゥイズ・フランソワーズ・ドゥブランドラ・バリエール、トラドラ、愛坂大河、銀玉、神楽などを演じる声優さんです。アニメをざっくり説明すると、日野さん演じる主人公のフリオが突然異世界に召喚されるも、能力が一般市民並みだったことで勇者失格の烙印をされ、元の世界に戻れなくなり、釘宮さん演じる魔族ガロー族の少女とイチャイチャ新婚生活を送るという物語多分。そしてこの度、日野さんと釘宮さんによるラジオ番組の放送が決定しました。日程などの詳細は今後公式サイトまたは公式 X にて告知されるみたいです。さて、ご存知ない方にとっては、そうなんだくらいの反応かもしれませんが、知っている方からしたら絶叫するくらいに嬉しいニュースかと。というのも、このお二人、2006年放送のアニメゼロの使いまで主人公とヒロインの関係で共演しており、一緒にラジオもやっていました。そのラジオがめちゃくちゃ面白くて、ほとんどイチャイチャしてるもんだから、当時のリスナーさんはドキドキしっぱなしで、ニヤニヤが止まらない放送でした。当時を知るファンからは、令和の時代に釘宮さんと日野さんのラジオを聴けるなんて、これはもう良すぎる組み合わせじゃないですか、ゼロマ・シャナの黄金コンビといったコメントが寄せられています。釘宮さんも日野さんとラジオをやらせていただくことになりましたとポスト。あれ、日野ちゃまじゃないんですか。ということで、釘宮さんの日野ちゃま呼びが復活するのか否か楽しみにしたいと思います。3月4日、声優斉藤こなみさんが3月末をもって声優業を廃業されることを公式 X にて報告されました。斉藤さんは2013年に日本工学院八王子専門学校を卒業、同年マウスプロモーション付属俳優養成所に入所し、2015年にはマウスプロモーションの所属となります。出演作としてはゲーム「獣フレンズ3」「ヒトコブラクダ」役、ゲーム「ムキメイト」「ルリエカ」役、ゲーム「天下百剣」「クジカネサダ」役などがあり、2017年4月から女子ゲーム実況集団「電脳乙女団」のメンバーとしても活動されていました。ファンからは、コナミさんが演じられたクジカネサダ、可愛くて可愛くて本当に本当にずっと大好きです。残念ですが、引退後の新たな人生が豊かなものになるよう祈っています、など廃業を惜しむ声が多数寄せられていました。斉藤コナミさんのこれからの人生に幸多からんことを願いたいと思います。進撃の巨人、ミカサ、バイオレット・エヴァーガーデン、バイオレット、ニーヤ・オートマタ、2B などを演じる石川由依さんが、
3月15日から放送される IT 企業 TDC ソフトの新 CM に出演されます。 CM は LINE、Facebook、Instagram、YouTube などのソーシャルメディアで順次配信されるとのこと。内容は顧客の課題解決のために真剣に課題と向き合う女性社員の日常を描いたもの。 TDC ソフト株式会社の YouTube チャンネルで CM とメイキング映像の動画が投稿されています。石川さん、経験のない IT の世界を体験できて新鮮で楽しかったとコメントされていました。 CM を見た感想ですが、めちゃくちゃ声がいい、あと笑顔も素敵すぎる。もし自分だったらこんないい声で指示されたら、過酷なサービス残業だってありえない無茶ぶりだって喜んで実行すると思う。そのくらいの破壊力がありました。概要欄にリンクを貼っておくので、よかったらご覧ください。以上です。